宇田川優希。防御率 9.82 被打率。4割4分4厘奪三振率 9.82。侍の姿かこれが。WBC で無双してたのに何があったんや。コンディション不良で一軍離れる食いまくってブクブク。WBC に出る前は新人王確定って言われてたのにな。WBC に出てた投手ほとんど不調やな。これが WBC 戦士の慣れの果てか。ぶっ壊れてて草。壊れたんか。二軍に馴染めてないからやろ。囲む回開いてやれよ。そもそも WBC で投げたか覚えてない。こいつことガチの調整失敗も珍しい。Y はそもそも WBC に選ぶな流行ったけどちょっと想像とは違う方向にヤバくて引いとる。一定指名だった理由って生活面だったん。デブったり自己管理できなさそうやもんな。宇田川は侍ジャパンのキャンプに来る前、オリックスの中島聡監督から減量を命じられていた。食事を抜いて一気に4キロ落とすことに成功した一方、空腹で集中できない時もあった。そんな時にダルビッシュから無理に食べないで体重を落とすと、パフォーマンスも落ちるよとアドバイスをもらった。食べてもいいけど、その分ちゃんと動くと言ってくれて、自分でこれは食べていい、これは食べちゃダメと管理しながらできるようになりました。食事を抜いて一気に4キロ落とすことに成功した、ダルのせいじゃなくて根本的に頭が悪いのでは。食べた分動いてないんやろな、結果少しずつ太る。ダルの言う何々しなくてもいい、代わりにの前だけ聞くやつ多すぎや。そもそも宇田川は去年急に生えてきたのって、コロナかかって痩せたのがきっかけやからな。食事を抜いて体重落とすってやり方一番悪手なんちゃう？間食抜いたりとか炭水化物減らすとかの方がアスリート向きなんじゃないの？もしかしてアホの子なんか。